奈良県の去年一年間の有効求人倍率は一点二三倍で。三年ぶりに前の年を上回りました。有効求人倍率は仕事を求めている人一人に対して。何件の求人があるかを示したものです。奈良労働局によりますと。奈良県の去年一年間の有効求人倍率は。平均で一点二三倍で。前の年を零点零ポイント。 前の年を0.06ポイント上回りました。有効求人倍率が前の年を上回るのは3年ぶりで、特に製造業や卸売業、小売業などで求人が伸びています。ただ、月別に見ますと、有効求人倍率は2022年に入ってから上昇傾向が続いてきたものの、10月から1.3点ヶ月連続で悪化しています。奈良労働局では、 10月の最低賃金の引き上げなどの影響で求人数が減っているもののコロナ禍からの経済活動の回復を背景におおむね雇用状況は持ち直している今後は物価の上昇新型コロナの感染拡大による影響などを注視したいとしています